皆さんこんにちは。ご視聴ありがとうございます。皆さんは一日の中で一番幸せを感じるのは何をしている時ですか？お風呂に入る時、ゆっくり眠る時、一仕事を終えてほっと一息、おやつを食べながら休憩する時間も体や心が満たされますよね。子供の頃、学校から帰っておやつを食べながらお母さんといろいろな話をした。そんな幸せな記憶ともつながっているのかもしれません。今回はもう食べられない懐かしの昭和のお菓子の中で70年代に発売されたものを中心に13個集めてみました。1970年代といえば大阪万博が行われ、ファッションやグルメに多様性が生まれた時代。現在まで続くロングセラー商品も数多く発売されました。それでは早速見ていきましょう。チョコベイ、1972年に発売され、テレビ CM 田舎編が話題となりヒットしました。自分の影をじっと見つめて、パッと空を見る。君はチョコベイを見たか？森永チョコベイ。 CM の真似をした人も多いのでは？1991年 JAC30 周年記念昭和の CM100 選に選ばれています。おまけのデイシールワイマナをコレクターの間で珍重取引されています。アイスバーガー、1979年に発売されたアイスバーガー。昭和46年、銀座三越にハンバーガーの店、マクドナルド1号店が開店。各地への店舗の拡大とともに瞬く間に若者の間で広まりました。こうした時代背景を敏感に捉えた、開発チームが考案した商品でした。フルーツバーガーも新発売。ハンバーガーに似ているという面白さに加えて、美味しさとボリューム感が受け、今でも印象に残る商品です。栗チョコレート、1972年に発売されました。高度成長の真っ只中、工業化の名のもとに自然が破壊されていることに危機感を抱いた森永、自然尊重や自然回帰のメッセージを広告や製品を使って積極的に打ち出していきました。NHK の朝の連続ドラマで人気となった大和田伸也を起用した栗や、斬新なネーミングで話題になったチョコの木など、それまでになかったユニークな新製品の数々を自然シリーズとして市場に送り出しました。パティ&ジミー、キャラメル。1976年に発売されたパディ&ジミー。この年、森永は株式会社サンリオとパティ&ジミー、キャラクターの独占使用ライセンス契約を結びました。そしてこの商品にはキャラメルにキャラクターのおまけがついており、女の子に大変な人気となりました。森のどんぐり。1977年に販売された森のどんぐり。自然環境保護の時代を先取りしたチョコレート菓子で、ネーミングの面白さにヒットの要因があったようです。また、その形状がほのぼのとした郷愁を感じさせる商品でもありました。森永チョコレート、森のどんぐり、どんぐり勘定130円。ポポロン、1976年に販売されたポポロン、シュークリームの形をしたチョコレート菓子です。
シュー生地の中にはチョコレートが入っており、一口サイズで食べることができる小さなシュークリームは人気の超ロングセラー製品でした。発売当時において200円という高めの設定でしたが、その人気は落ちることなく、チョコレート菓子というとポコロンが頭に浮かぶほど定番で、明治製菓を代表するチョコレート菓子の一つでした。2015年の終売の際には、多くのファンから惜しむ声が上がりました。宝石箱、雪印乳業から1978年に発売された宝石箱、バニラアイスの中にフルーツの香りがついたカラフルな氷の粒が入っていた伝説のカップアイスでした。昭和当時カップアイスの価格は100円が定番だったのですが、宝石箱の価格は120円。高めの設定ながら、この美しさに魅了され大ヒットしました。そして宝石箱がヒットしたのはその商品自体の魅力もありますが、なんといっても CM で起用されたピンクレディの影響も大きかったのです。まさに宝石のようなアイドルは商品のイメージをさらに高めてくれました。 CM ソングもオリジナルで作詞作曲されていたんですよ。冷たい女と宝石箱、バニラに香りの宝石を散りばめました。唇に宝石よ。おいしさキラキラ、雪印宝石箱、今なら宝石が当たります。マイレコード、1979年に明治製菓から発売されたとても珍しいチョコレート、その名も明治マイレコード、レコード型のチョコレートでした。レコード版の真ん中はホワイトチョコレートと凝った作りになっており、その可愛さと精巧さに大変な人気となりました。そしてこのチョコレート、ここでは終わりません。なんとおまけにそのシートが1枚ついてきました。レコードに憧れる子どもにとっても大変魅力的なおまけですね。全12種類のそのシートは集めたくなる楽しさでした。大人の真似をしてレコードにそのシートをセットした方もいるのではないでしょうか。そして明治マイレコードの当時の価格はなんと100円、多くの支持を集めたのも納得です。 This week's number one record だから今目を閉じてマイレコード、ジャケット入り、Everybody knows it's Get Down Record Man。音は出ない、食べられる美味しいチョコレート、明治マイレコード、80円新発売。 Thank you。 JFFI、 ロッテから1978年に販売された JFFI、 全粒粉ビスケットでオレンジジャムをサンドしチョコレートコーティングしたリッチなクッキーでした。当時の販売価格は220円と1978年にしてはかなり高価でした。大人のお菓子という位置づけでしたね。材料がリッチで、一口食べると忘れられない。と当時の消費者を驚かせました。現在でもその味が忘れられない。と、レシピサイトには再現レシピもがいくつも投稿されています。マリブのさざ波。大人のお菓子といえば、こちらも記憶にある方が多いのではないでしょうか。1979年にロッテから販売されていたマリブのさざ波。
一つずつ味わって大切に食べようと感じさせてくれました。そのユニークな形に当時は驚かされました。今までにない口どけで大人の心をつかみましたね。こちらも1970年の当時価格は1箱150円とちょっとお高めでした。しかしパッケージの中にはチョコレートがきれいに整然と並び、高級感を感じさせてくれました。思いはさざなく揺れる心の形、まろやかに美しくちょっと贅沢なチョコ、マリブのさざ波、ブランデー味もどうぞ、ロッテです。イブ、大人のお菓子の最高峰といえばこちら、香水ガムのイブです。ロッテから発売された香水の香りのするガムでした。ガムと香水を掛け合わせる発想に当時は本当に驚かされました。昭和の人たちもアイデア力には脱帽ですね。キャッチコピーは魅惑の香水ガム、美しいゴールドの箱を開けると板ガムが入っていました。そしてその包み紙には花言葉まで書かれていました。こんなにゴージャスなガムは当時とても珍しく、働く女性を中心に大ヒットとなりました。ねえ、バラの香りしない？ドナを噛んでいい香りをさせている女の子は今日もバラ色、みんなうっとり。イブもいい香り、ロッテのドナとイブ。グリコスカイミント、1974年にグリコから販売されていたスカイミント、ミント味のソフトキャンディーです。ミント味の白く丸いキャンディの中は黄色く、まるでうずらの卵のような可愛いお菓子で、当時価格は60円でした。箱を少しずつマイナーチェンジしながら爽やかなイメージをキープしました。スカイミントといえば青空と虹というイメージです。遠足には絶対持っていくという大ファンもいました。香り爽やかキャンディー、グリコスカイミント。プクプク、次は明治製菓から1975年より販売されていたプクプクです。画期的なジュースの元でした。コップに水を入れて固形のジュースの元であるプクプクを入れると、シュワシュワと水がみるみるとジュースに変わり、最後にしましま模様のキャンディーが浮かび上がるという製品でした。子供たちの心をがっちりキャッチしました。また、何のキャンディが浮かび上がってくるかは、その時のお楽しみというところも楽しい要素でした。昭和のお菓子業界は楽しいアイデア満載。お菓子のみならず、ジュースにまでエンターテイメントを持たせ、子供たちを楽しませてくれました。子供の頃のドキドキした体験は、大人になっても忘れられません。明治のプクプクコップに入れて、水を注いでかき混ぜる。くる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 混ぜてると、あらまあ浮き出るプクプクフロート。フロートの数もぐーんと増えて、おりょん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 、今年は一段と楽しくなりましたよ。明治プクプク、明治ネクターも狙われています。今回はもう食べられない昭和のお菓子の中で70年代に発売されたものを中心にお届けしました。販売中止の理由は様々ですが、お菓子にもエンタメ性が求められるようになり、多くの種類が発売されました。当時の商品開発が現在の商品開発の基礎となっていることは間違いありません。当時の開発担当者の方にもお話を聞いてみたいものですね。この動画で懐かしさとともに、あの頃の活気や夢にあふれた時代を思い出していただけたら嬉しいです。これからも懐かしくて元気が出る情報をお届けしますので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。